いやー、台風ですか。外は大雨です。でもそんな時こそ気分晴れ晴れバックアップ日和ですね。ビリ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 、うわー、取れてもうた。これはえい、うん、なんか触ってもうた。おー、カートリッジ式ハードディスク、へー、これもか。おー、玉2発。まあ、玉は2つないとね。はい、ということで、RHD2U シリーズ IO データのレイド対応ハードディスク。今日はこれでバックアップを取ってみたいと思います。その前にこの蓋つけな。これか。この USB ケーブルで繋いだらいいんやろ。このお尻の穴に、プスッと。素敵。はい、USB 接続するとディスクユーティリティで見えるようになりました。これを、どうすんだ。じゃじゃん。CD ロムで見るマニュアルというのが提供されています。ウェブブラウザで見るものですね。OS10.4 の場合、この手順通りにやればいいんですね。はい、じゃあ消去。いやー、しかし時間かかるな。もう30分ぐらい経ったけどな。ちなみに出荷状態ではもうすでに FAT32 のフォーマットがされてるので、そのまんま使えるんですけども、 MacOS で使うときはやっぱり MacOS 向きのフォーマットをした方がいいのかなーなんて思っちゃったりなんかしちゃったりなんかしちゃった。長すぎやっちゅうねん、これ。怒るで。しかしこれまだまだやな。この異常事態を重く見た同盟政府は急遽ディスクユーティリティを強制終了し、再び起動した後無事にこれをフォーマットすることに成功。晴れてテラバイト時代への幕開けとなったのである。宇宙歴 0079、 新帝国歴3年、恒星日誌 482.19、 ジェット大輔24歳、かっこ年齢者詐称かっこ閉じのことであった。噛んでもった。続く。銀河の歴史がまた半ページ。